悪いわけじゃなさそうだ。そうだね。まだどこかにいるはずだ。鬼は、おぬがなまったもので、見えないものを意味する。だから昔の人は、災難や疫病なんかを、目に見えない鬼のせいだと考えたんだろう。なんか、かわいそうだね。で、どこで鬼を見たんだ？この辺りにバンダナをした犬がいてさ、きびだんごをやったら、鬼を呼んでくれたんだ。犬にきびだんごか。まるで鬼退治の桃太郎みたいだね。バカバカしい。犬の家来なんかいらねえよ。まさか鬼より犬の方が怖いとか。は？そんなわけねえだろ。無理しなくていいのに。食べ。あ。
食べ。あ、ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。食わなきゃ。この子じゃないかな。バンダナしてるし。お前本当に鬼まで案内してくれるのか。こいつら、なんでこんなところに。アリト、この犬を守れ。
これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。うわ、本当に鬼だ。襲われたのはお前の持つ力のせいだ。その力を俺たちに渡せばもう襲われることはないぞ。僕たちのことを信用してほしい。力をうまく使えよ。嬉しいよ。ありがとう。まだどこかにいるはずだ。車齢が5万人を超えた。まるで何かのスポーツイベント並みだ。君への感謝の声はスタジアムに響き渡るぞ。
を急がなきゃ。覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。良き始まりへと続く黎明なる。ここは無理だな。
するな、戻れ。何か変わったことはなかったか。4階の病室に一人で残っている女の子がいたよ。目の手術をしてから眠れなくなって、ずいぶん苦しみながら亡くなったそうだ。彼女の苦しみが汚れを生んだのかもな。ほっとくわけにはいかねえな。確か病院の4階に女の子がいるんだよね。あの敵の弱点ってわかる？撃って撃って撃ちまくればいいんだよ。行くだけ損した。行け。どうした？妹のことを考えているのか？ああ、それと自分の不甲斐なさだよ。美咲ちゃん、どうして眠れないの？私ね、目をもらう手術をしたんだけど、それから目をつぶると怖い女の人が出てくるの。角膜移植か。提供者が最後に見たものが見えてるのかもな。3階に開かずの扉があって、怖い女の人はそこから出てくるの。大丈夫、僕に任せて。角膜の提供者と開かずの扉か。3階のナースセンターに行けば何かわかるかも。
き話した女の子に関する情報があるかも。お、なんだ。この大和田っていう人が美咲ちゃんの角膜提供者なのかも。暗証番号は分かったし、開かずの扉を開いてみようぜ。開かずの扉ってのはこれだな。よし、開いたぞ。誰かいるのか。が移植された少女も同じ女を見るんです。そんな、私の角膜のせいで、あの化け物さえ何とかできれば、その子をこの悪夢から救えるかもしれないのに。眠れないのに悪夢なんて。どの道やらなきゃ俺たちもここからは出られねえ。そうだね、その化け物を探そう。よくやった。
大丈夫だ。元の病棟に戻った。あの化け物の影響もなくなったようだ。二人とも目をつぶってみな。怖いよ。もう大丈夫だよ。おいでね。よかった。私のせいで辛い思いをさせたね。おじさんのせいじゃないよ。目をくれてありがとう。そう言ってもらえると救われるよ。これもあなた方のおかげです。お兄ちゃん、ありがとう。これで安らかに眠れるな。もう大丈夫だよ。病院全体の敷物が取れたようだね。これで病院に戻れるよ。ありがとう。一度の過ちが残りの人生を狂わせる。薬物ダメ、絶対薬物を撲滅しましょう。音で敵の注意をそらすことができる札だな。敵から隠れたいときは使えそうだな。待ち時間が一番辛いな。悪かったね。私たちと共に。
まだまだいそうだな。なんだこりゃ。
これで少しは戦えるな。もう大丈夫だよ。魔性
出しのおでん、おでん。どうしたの？ママに会いたい。前渡してたらいなくなってた。母親とはぐれたみたいだな。この町で買い物をするとしたら駅の方か。よし、俺たちが探してくるからここで待ってろ。わけに優しいな。気のせいだよ。何勘違いしてんだ。なんとかなったか。大丈夫ですか？すぐ助けます。リサってのはあんたの娘か。ちょっと目を離したら、それに私も体の自由を奪われて動けなかったんです。最近ママリサ、よかった。おいおい、待ってろって言っただろう。待ちきれなかったのかもね。出会えたからいいんじゃない。本当にありがとうございます。ねえ、もしかして迷子に優しいのって警察官だったから？うん、放っておくと体がムズムズするんだよ。すると優しいんじゃねえ、職業病だ。you
順調だ。なんだろこれ。
け。
未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わねえからその心配はないな。一安心ってとこだな。これって
なんで俺の会社どんどん人がいなくなる。呪われてねえ。何か心当たりはある？いや、まあ社員のためにいろいろやったんだけどな。行ってみるしかなさそうだな。なんでだ。中に入って調べてみるとするか。廃墟になってるね。こうなった原因を調べてみるか。なんだこりゃ。人が減っても仕事が減らなきゃ意味ないね。他にもいろいろありそう。探してみるか。離れよう。確かにこれは辛い。
ういうやつもいるだろうな。なるほどね。なんとなく原因は分かった。頑張ろうとしていたのは分かるけど、負の感情を溜めちまっただけだな。社員のためにやったことがうまくいってなかったみたいだね。お前は何もしない方がいいタイプの経営者なんだろうな。そうか、喜んでなかったのか、みんな。でも原因が分かったから次改善できるはずだ。やるぞ、みんなのために頑張るぞ。あの世ではほどほどにしろよ。無駄遣いするなよ。分かってるよ。